上がってきて誘導員をかわしていきます。4番の横田が一旦下げて、ここは3番手をキープか。現在は5番手に6番の矢田部が切り替える形になって、6番手に置かれた3番の伊藤です。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。1番の鶴井がゆっくりとペースを上げていきました。7番の佐野が2番手、3番手、4番の横田がじっくり前を見ています。後ろ2番の大河原、さらには6番の矢田部と続いてバックストレッチ。1番の鶴井が逃げていく。2番手は7番の佐野が続いて、3番手少し車間が空いている4番の横田、ここからまくっていけるか。後ろ2番の大河原、4コーナーから直線に戻ってくる。鶴井が先頭だが、外から4番の横田が一気に突き抜けてきた。4番の横田だ、ゴールイン。2着2番の大河原、3着2